も鳥の爪団総統です。いつも皆さん高評価やコメントありがとうございます。めちゃめちゃ励みになってます。さて今回は絶賛シリーズ実況中のバイオハザードビレッジの前半部分を振り返るハイライト動画になります。まあ、かなりねハイペースで編集して投稿しているので作ってる側も大変なんですけども、シリーズを追ってる視聴者さん皆さんも結構大変だと思います。そこで今回は前半部分の要点をおさらいしつつ、これは怖かったすごかったっていうような場面を中心に振り返っていきましょう。これからシリーズ後半に差し掛かるバイオハザードビレッジ、今から見始めても遅くないですよ。ということで参りましょう。スタート。取り詰め。さあまずはパート1、舞台は過去にも実況したバイオハザード7から数年後になります。主人公イーサンと妻のミアはマナ娘のローズに恵まれ、幸せな日々を過ごしていました。ローズマリー・ウィンターズ、うん、検診の結果だね。検査協力機関の BSAA より別途連絡をお待ちください。しかし過去に特殊なウイルスに感染した経験のある二人から生まれたローズは本当に問題なく成長できているのか、そういった謎も残ります。だけどルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて戦闘訓練までいろいろあったから。戦闘訓練までしたんだ。でも家族が一緒にいるわ、あなたと私とローズ。今はそれで十分。本気か？そんなすぐにルイジアナのことを忘れられるって？とっくの昔に終わったことよ。なのにあなたと来たらまだ。そんな平穏は BSAA の隊長クリス・レッドフィールドの襲撃によって崩されてしまいます。かつてイーサンを救ってくれたクリスは容赦なくミアを発砲、そして娘のローズまでも連れ去ってしまうのです。果たしてクリスは何のためにこんなひどいことをしたのでしょうか。クリス、なんでお前が。悪いなイーサン、やめろ。おい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 。そんな、どうして。再び目を覚ました主人公イーサンでしたが、そこは雪が一面に広がる謎の土地でした。どうやらイーサンを移送中車両が事故に遭ってしまったようです。ないし。あっ、イーカラス。ホラーゲーム企画カラスの爪なんだからね、仲間であれ。ここがどこかもわからないイーサンはひとまず周囲に人がいないかを探します。こっち側行けそうだね、開けてみよう。怖っ。おおおお、ショットガン。よく今のかわしたな。村で出会ったのはおじいさん、しかし何やら怯えている様子。そう、ライカンと呼ばれる化け物にこの村は襲われていたのでした。引き寄せられたのだとしたら、なんだあれ、動いてる。ライカンだ。不規則な動きすんだよなこいつら。よし、倒せる。信じろ、自分を信じろ。うわあ、やだ、やめてくれ。ここまでがパート1の内容ですね。続くパート2ではこの村のさらなる怖さが浮き彫りになっていきます。死ぬ死ぬ、痛い痛い、弓も打たれてる。ライカンを倒し安心したのもつかの間、イーサンの周りには無数のライカンたちが集まってきます。中には巨大な種族まで。うわ、でかっ。いいよねこいつ、確証はありませんが。うわうわうわ、間一髪のところで村に鐘の音が響き、ライカンたちはなぜか撤退します。なあ、あんた、つながったストーリーが。ここにいると危険だ。あの子の父親だな。あの子ってローズだよな。まさかローズがここにいるのか。ローズ、そうともローズじゃ。そしてそこに現れたのは不気味な姿の老婆。老婆は娘のローズについて知った口ぶりです。娘に危険が迫っておる、そう言い残した老婆は笑いながら去っていきました。城の鐘が災いを告げておる、奴らが来るぞ。おい待て、ローズはマザーミランだって。我らがために鐘は鳴る、また奴らが来るのに。もう来ないでじゃなくて、何がおかしいんだよ。ローズがここに。しれっと締めやがって、お前だけ安全な方に。このまま
じゃ父さんが死んじゃう。俺の知ったことじゃねえ。何の騒ぎ。こいつら死に損ないを家の中に入れようと。こいつらですって。彼らは友人よ。引き続き村で手がかりを探すイーさんは村人たちと出会い身を寄せ合うのですが、感染してしまった一人がなんと暴走。おじい、おーじゃない。おじい、レオナルドどうしたの、大丈夫。やばいってやばいって。やめろ。瓶で頭殴っても全然倒れないこのおじい。エレナ下がってろ。助けることはできない。俺たちも殺される。逃げるんだ。どうしてみんな死んじまうんだ。生き残ったのはイーさんだけでした。憤りを隠せない彼はこの村にそびえ立つ不気味な城ドミトレスク城にローズの手がかりを探しに行くのですが、その道中に再び捕らえられてしまいます。めっちゃポルターガイストしてるけど周り。はあ、よそ者か。面白い。とんでもねえ力の持ち主だな。うわ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 。うわ、痛い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 。ミランダが見たら喜びそうだ。う、死ぬって。何その力。他のものでは力不足でしょう。私の娘たちなら存分に楽しませることができます。それに我がドミトレスク家に入っていただければ、あなた様に最高。そこに置いてよ。気持ち悪い。私が見えないでしょ。待て。ねえ、起きたよ。てめえらうるせえぞ。なんだここは。奥にいるのがマザーミランダ。この村で崇められている四貴族を束ねる存在です。そして妖艶な姿をした巨大な女ドミトレスク、人形使いのドナとアンジー、はだれたような外見にローブをまとったモロー、巨大なハンマーを軽々と振り回すハイゼンベルク。どうやらこの四貴族が村を統治しているということ、そしてイーさんの処遇について話し合っていることが分かりました。長らく待たせたな。いよいよゲームの始まりだ。そんじゃ期待してるぜイーサン・ウィンターズ。準備はいいか。準備良くないですよ。やめてください。待って待って待って、ちょっと待って、カウントダウンしないで。カウントダウンすんなよ。あの4人の貴族、今後戦うボスですよね。よくにいたのがあのマザー・ミランダ。最初のボスがこのハイゼンベルグになるのかな。逃げ切ることが単純にできるのか。まだ生きてるのか。さすが主人公。うわまずいなんてもんじゃねえ。ハイゼンベルグの残忍なデスゲームが始まり、必死の思いでイーさんは罠から逃げていきます。そしてたどり着いたのはドミトレスク城の周辺でした。ここまでがパート2ですね。続くパート3からパート6では発売前から話題になっていたあのドミトレスク城に潜入していきます。なぜ名前を。え、虫。ローズを探してる。あら娘たちだ。3人いるんだよね。はい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 。あらあら、死んだんじゃない。あーもうさっくりだ。ちょっと待って、痛いシーン多すぎじゃない。城に入ったイーさんでしたが、あっけなく捕らえられてしまいます。本当にイーさんは捕まりがちですよね。上司のドミトレスク、娘の魔女3人が現れ、イーさんの血を吸い、こんな一言を発しました。でかいな。ああ、それでこのシーンなんだ。チュッチュしちゃうね、言って。うん、血吸われちゃった、吸血鬼だから。香味が抜けてきてる。なら早くいただきましょう、お母様。香味が抜けてきているわ。これが意味するのは一体何なのか。イーさんの中に何かが隠されているのでしょうか。そんな謎を残したままイーさんは城を探索していきます。あ、であとあれだな、足が確かね狙うといいって言ってた。これだ。はいはいはい、なるほどね。足を狙うとダウン取れるんだ。はい、セキルート行きましょう。ただもうこっからはこういうプレイングはできない。ただの初見プレイになる。怖い。おお、撃ってる撃ってる。人でも。え、なんだなんだなんだ。
太陽の光かな。おのれ人間ごときが戦闘戦闘だ。生意気な人間めが危ない。うすごい切ってくるじゃん。地雷使おうか。その喉を切り裂いてミミズを詰め込んでやる。ミミズ詰め込まないで。よし、いいダメ入ったんじゃない。ハンドガン、ハンドガン、ダメ入ってる。めっちゃ入ってる。よしよしよし、どこ行った。チェックポイント入ったか。あ、倒した倒した。やった霊場のトルソーだって。ここでショートカットにパイプ爆弾入れといたから、複数敵が出てきたらちょっと投げよう。地下の牢獄、仕掛けだらけの部屋、城の屋上、ありとあらゆる場所で次々に襲いかかる3人の娘たちとドミトレスク。その度に商人のデュークから手に入れた武器や物資を駆使しつつ、なんとか退けていきます。もし見つけたら、儀式の重要さは私も重々承知しております。うん、必ずやご期待に。中間管理職も大変だね。儀式など知ったことか。ドミトレスク家にあだなす者は決して許さない。うわー、二面性出たな。中でも印象的だったのは、ドミトレスクにイーさんが追い詰められたこちらの場面。やってみよう。いやー、やっぱそうだよね。あー、腕が、あー、くそ、やっそ。逃げられると思った。思ってない。バラバラに切り刻んで。思ってないから許して。右腕が使えない。よし、右腕手に入れた。どこが痛いの、どこが痛いの。右腕使えないもんね。ちょっと待って、ぐるっと回避して。いけるか？さっきの扉開いたの？開いてる！よし！イーさんの腕は綺麗に切断されてしまいますが、なんと続くシーンでは回復薬をかけて腕をくっつけることに成功しているのです。前作バイオハザード7では E 型特異菌に感染していた E さんだったので、異常なまでの回復力を持っていましたが、その菌も現在はないはず。にもかかわらず、この再生力の高さにはイーサにもまだ何かしらのウイルスが残っている可能性を示唆するような場面でした。見ていた誰もが驚いた、そんなシーンだったと思います。何なんだよこの城は。いや、何なんだよその腕は。そして城を探索しているうちに判明したこと、この城には古今東西のあらゆる毒が塗られた秘宝の剣が眠っているということ。その剣さえあれば、今まで防戦一方だったドミトレスクにも反撃できるかもしれないのです。行こうか、開けよう。全てを踏破したイーさんはこの秘宝にたどり着きます。どうだどうだどうだ。おお、これだ。通常のナイフの代わりに使えるのかな。これでドミトレスクを倒せる。そう思ったのもつかの間、背後から襲撃に遭い、なんとか一撃浴びせます。おお、皮膚が殻のように割れていく感じ。ひび割れてる。あー、剣なくなっちゃった。いや、でもだいぶ苦しんでるぞ。やはり毒の効果は絶大。ドミトレスクは不気味なキメラのような姿へと変貌し、ボス戦が始まります。その体全て人の部分が弱点だね。言い返せばいいか。やっと中身に見合う姿になったようだな。ちょっと待って、そんな言うてる場合ちゃうで。そこ撃ってけ、撃ってけ。待って待って、逃げるのかな。あ、よ、城の上空を悠々と飛び回るドミトレスク。スナイパーライフルを駆使しつつ、一進一退の攻防を繰り広げます。そこ狙いたいけど。よし、当たってる。いいダメ入ってる。撃ち落としたかな。はい、からのまた登ってくる。あ、これチャンス。ショットガン行こう。よっよっよっ、だいぶダメ入ってるよ。よしよしよし、どうだ、倒したか。うわ、まがまがしすぎるだろ。おー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 、お前は二度と坊主に会えない。己の無力さを知るがいいわ。
モンスターハンターじゃないもう。やば。手ごわかった。呪ってやる。呪わないで。成仏して。ダイヤリでした。GG。ギリギリの戦いを制したイーサンは、汚れたフラスクというアイテムを手に入れます。村に戻る道中、再びあの老婆が現れました。娘はもう手遅れだ。いや、正しくは手遅れになりかけてる。さらにこう続けます。4つの家紋を探せば道は切り開けるかもしれないと。戸惑いながらもイーサンが村に戻ると、商人のデュークの姿がそこにはありました。来ましたね。デューク。ここなら会えると思っています。ああ、あなたを見ると安心します。無駄骨だった。そうですか。でも何か手に入れられたのでは？ああ、何かはわからないが。おや。娘さんがその中にいるじゃないですか。どういうこと？何を言ってる？よく見てごらんなさい。パーツ？怖っ。待って、ホルマリン漬けみたいになってるってこと？ヘッド？ローズマリーウィンターズ頭部。なんと先ほど手に入れたフラスクには娘のローズの頭部が入っていたのです。あまりの衝撃に耐えられないイーサン、しかしデュークはさらに続けます。4つに分けられたフラスクを集めれば娘さんを助けられるかもしれないと、イーサンは意を決して2つ目のステージ、ベネビエント邸を目指すことになるのです。ここまでがパート6の内容ですね。続くパート7では村にはびこるライカンの群れと戦闘し、ベネビエント邸に行くための鍵を手に入れましたね。ちょっとした謎解きにもびっくり要素が満載だったり、改めてバイオハザードビレッジがホラーだと認識させてくれます。こっちではなくて、あ、違うかな。あ、04070、こんなんなかったよね。またどうやら村には BSAA がやってきたようで、イニシャルでの表記になってはいますが、クリス・レッドフィールド隊長は工場に向かったであろうということが判明しました。そしてパート8ではそのベネビエント邸へと向かいます。あら、何？何？ミア？ミアだよね。イーサン、ついてきて。何？幻覚？ミア？不気味な墓地を通るイーサン、しかしなぜだかミアの姿を目にします。 PC 版だとそういうのがモッドで視野角とか変えられるみたいなんだけども、まあ制作者側の感じてほしい恐怖感っていうのはこの視野角なんだろうね。これは視野角が狭かろうがわかる。怖い。導かれるようにたどり着いたお屋敷には無数の人形たちが置かれていました。アンジー、ずっとあなたを待ってたの。あたしローズよりいい子だよ。お願い、アンジーのパパになってよ。やだよ。また家族になってよストーリーなのこれも。待て、俺の銃は。全部奪われたの？ローズの体のパーツが入ったフラスクを見つけたイーサンが手に取ろうとすると、やはりそれは罠。人形使いのドナー&アンジーの策略にはまり、なんと全ての武器がアイテムが奪われてしまいます。うわ、ミアじゃない？このマネキン、ミアをかたどったマネキンってことかな。絶体絶命、無謀な状態でイーサンは屋敷を探索していきます。そこにはなぜかミアとローズ、二人を連想させる不気味なものばかり。結婚指輪か。じゃあもしかしてミアがつけてた指輪とか。本当にそうだ。気味悪。地下の部屋か何かを進んでる。井戸？リングじゃん、もう。なんだ？ゆりかご？で、その井戸に入っていく。誰が撮影してんだ、でも。何この不気味な呪いのビデオみたいの。おっと。言ってたらあっちからかかってきたぜ。お願いイーサン、よく聞いて。うわ、騙したかったわけじゃないの。ミア、あなたを失いたくなかった。家族を壊したくなかったのよ。ミア、何を言ってる。あなたとローズを心から愛してる。だから私、
どういうこと、どういうこと。バイオ8においてのホラーの部分をギュッと凝縮させたような内容はプレイヤーの心を動揺させます。ミアの苦しそうな葛藤する音声、赤ちゃんの泣き声、まるでイーサンたち家族をこの村に来る前から監視していたかのような謎解きの数々。その井戸がある場所なんじゃない？さっきの映像こんな感じだったよね。待って、めちゃめちゃ怖いんだけど。なんかすごい変な音する。ブランコ漕ぐような井戸だ。あ、じゃあやっぱそのゆりかごの音とか。ほらそうだ、未来の俺の映像だったんだな。じゃあありえるよね、井戸の中入るの。いやちょっと待って、今回結構じらしてくるけどドンはまだ今んとこないんだよな。なんだ、配電盤の鍵だ。バラバラの招き、あ、でもこれミアなんじゃない。ミアをかたどった招きんで、それがバラバラ。おっと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 っと、やめてください。おとなしく配電盤のとこ行かしてくださいね。あ、赤ちゃんの泣き声、ローズかな。なんか来たのか、なんか来たのか。引き返した方がいいかも。うん、待って待って待って。こっち開けられる？開けらんないね。やばいな。隠れる場所がない。この部屋はでも安全なのか？待って。待って。何かが。ローズ！どんな姿になってんの？大きくなって。子供の成長は早いって言うけども。怖っ。めっちゃ切れてる。回避むずくね。これ俺一回出て潜り込む。そうだよね、これは絶対使わないと。そういうことだよね。楽しいね、バイバイ。そんな怒らないでローズ、うん、ね、パパもパパと遊びたいんだもんね。いい子にしてね。ねえ、血がいっぱい床についちゃって、後で掃除しないとだ。ローズ、やんちゃなんだから。そして続くパート9では、命からがら逃げたイーサンは、ドナとアンジーと対峙します。行かないで。行かせないわ。やばやば。まだ生きてるなんてすごいね。おー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 。早く私を見つけないって、お友達にぶっ殺されちゃうからね。これはまたどっかに拉致連行かな？チェクター、命がけで探し、待て。早く見つけないとぶっ殺されちゃうよ。そういったアンジーは屋敷のどこかに隠れてしまいました。なんと今回のボス戦はかくれんぼ。見つけてないとそういう攻撃を仕掛けてくるってことか。あ、いた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 、これそうだよな。ローズさえ生まれなきゃこんなことにはならなかったのに。そんなこと言うなよ。お、ナイス。ハサミさえあればなんとかなっちゃうんだね。さすがイーサン。きっと何かが歪んでしまっただけで、ドナはもともとは人形遊びが好きで純粋に親の愛を欲していただけの子供だったのではないか、そんな風に思わせてくれる場面でした。心が子供のまま大人になり、さらに感染により歪んでしまった姿、それがドナ&アンジーなのかもしれません。とはいえごめんな。お、ドナもろとも行った。終わったのか。結構あっさりめだったね、2つ目のステージ。とはいえここは命がけのサバイバル。しっかりドナ&アンジーを撃破し、ローズの両足を手に入れます。残るパーツは2つですね。アンジーの人形。再び村へと戻ったイーサンでしたが、周囲には強大な敵の数々。巨人のクリーチャーや狼のような姿をしたバルコラックというボス戦を経て、いよいよ3人目の貴族モローが待つエリアへと向かいます。ということでいかがだったでしょうか。ここまでの内容が現在実況しているバイオハザードビレッジ前半部分のハイライトになりました。不気味な見た目の敵はもちろん、バイオハザード特有の練りに練られた物語が最高に楽しいゲームですよね。続くストーリーはモローやハイゼンベルグなど4貴族との激しい戦闘が待っていそうです。
今後の注目ポイントとしては、ローズに隠された能力とは一体何なのか、ミアは本当に死んでしまったのか、そしてイーサンにも何か秘密があるのではないかということ、さらにクリス・レッドフィールドは本当に悪に染まってイーサンの家族を襲ったのか、それともまた別の何かが隠されているのか、そしてマザー・ミランダの正体とは、この辺を考えながら見ていくとより楽しめるんじゃないでしょうかね。ということでバイオハザードビレッジ、今後の更新が気になる方はぜひチャンネル登録してトリノスメダに入団してみてくださいね。過去にはバイオハザード7の実況もしています。こちらではビレッジにつながるイーサンとミアの奮闘が語られていますので、まだチェックしてない方はぜひ見てみてください。皆さんの感想なんかもぜひコメント欄で聞かせてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。